はい、突然ですが、マイグイのみさぬきです。びっくりした？イメージビデオだと思ったでしょう。それで終わらないのが僕です。え、むしろうざいんですけどって。まあそんなこと言わないで聞いてくださいって。ところで、この小汚い地味なグイのみ何とか言わないでね。これは実は僕が初めて手に入れたロクさんのグイのみなんですね。ロクさんが誰っていう人は下に今テロップ流れてると思うんで、これ読んでくださいね。これね、この動画、これって僕が初めて今編集した動画なのね。だからまあいろいろ考えたんだけど、まあまずこのグイのみしかないかなってなったわけ。まあ、全国のロクロコレクターからしたら何これっていうようなものなんだろうけど、まあこれね、もうね、かれこれ20年ぐらいの付き合いだから、ちょっとね、他のものとね、思い入れが違うんですよね。はい、これ広大ね、素敵でしょ、ね、あ、ちょっと動いた、危ない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 、ちょっと待って、どう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 、動かない動かない、なんだっけ、あ、そう、あの、この見た目がね、ぽってりしてんだけど、すごくね、シャープだね。削り見てくれた？え、見なかった？いや、ほら、口作りもね、意外とシャープでしょ？薄くて。ロクさんは、口作りは、キスをするように、あ、もう、ちょっと動かない。ちょっともう今、いいとこ、いいこと言おうとしてるのに集中できないじゃない、これじゃ。ちょっと待って、動かないね。動かない。ストップ。ストップ。まだ動く。あれ？ちょっと待って。なんだっけ。あ、まだ動く。あ、そうそうそう。ロクさんは、口作りを作るときに、キスをするようにって言って、作ったって話で、唇に当たる感じが柔らかいのが特徴なのね。だからこうやって薄く作って、口優しく当たるって。ね。あー危ない、もうぐーら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 揺れて、ちょっと危ないな、これなんか対策考えてダメだな、これはね、もうちょっと危ないのでちょっとやめときますね、この辺でね。これが箱ですね。グイのみが入ってた箱で、作家さんがあつらえて、作家さんが箱書きしたものをトモ箱って言うんですね。これももちろんロクさんが箱書きしたトモ箱ですね。本当はもうちょっと話したいことがあったんですが、今日はこの辺にしときます。まあこうやって僕のコレクションなんかを少しずつ紹介しながら一人喋りしていこうかなと思ってますので、少しでも面白いなと思ってくれたら高評価チャンネル登録お願いします。ではまた。you